恋風は、吉田はじめすでによる日本の漫画作品。講談社の漫画雑誌、イブニングの2001年9月号から2004年22号に連載。アニメ化もされ、2004年4月から6月まで、テレビ朝日、キッズステーションで放送された。従来のコミックやアニメでは、タブーとされていた、血のつながりのある肉親関連愛を、コメディア、匂わす設定ではなく、 極めて現実的、かつ真剣に取り扱った作品。なお、アニメ版、恋風の収録はアフレコではなく、プレスコが用いられた。これは、手間のかかる技法のため、日本のテレビアニメでは用いられることは少ない。しかし、演技の自由度が高く、より自然な演技ができるため、リアルな人間ドラマを作品で表現することができた。コウシは、少年時代に両親が離婚。 父に引き取られた甲子郎は母方との交流を持たず十数年経った。ある日偶然知り合った女子高生に心惹かれる。しかし彼女は生き別れになった十二歳年下の妹七、夏だった。七夏との再会に出だしをくじかれた甲子郎の心。その日から自己嫌悪と苛立ちの日々が始まったのである。声はアニメ版のもの。前後感。 新装版、前後館。2014年8月から10月発売。アニメ版プレスコ収録に関する情報を先。ありがとうございます。